性欲はあるわけ？それはまあ、あります。でも別に再選はできるってこと？やれる。いや、まあ、好きや。付き合ったら OK でしょ？すみません、危ない、危ない、まあ、ちょっと、お姉さんあと2秒で、ちょっと熱中症、多分渡りきれないと思う、この信号。ちょっと熱中症になりますよ、お姉さん。俺でしたわ、熱中症俺でしたわ。マジで。でも、まあ、でも僕のが先に熱中症で倒れるんで、ちょっと助けてもらっていいですか。今日ね、もう本当今日なんか、マジでちょっと舐めてるでしょ。関東、今熱中症警報出てるから、知ってた？大丈夫、丸。ちょっとあ、もしかして俺のせいで余計熱くなったと思ってます思ってます。いやでもちょっとそれお互い様だと思うんですよ。やっぱりなんつね、美脚じゃないですか。ちょっとやっぱり美脚すぎて、ちょっと周りの男子たちの温度上がっちゃってるんで、お互い様だと思うんですよね大丈夫、大丈夫ですか。坂登れます？大丈夫、どこ行くんですか。え、あ、ちょっとそういうんじゃ、あ、そういうんじゃないです。まあでも個人的にスカウトしたいなと思ってますけど、個人的なスカウト、なんつうの、僕の専属、僕に専属のなんかになってほしいなと思ってますけどちょっと大丈夫、ね、てかテンション低くない？大丈夫、大丈夫ですか。私仕掛けてない？いいでしょ、もう顔がね、そう、分かってるから、あ、やっぱ顔そうだよね、そうだよね。カレー食べたくなるって言うね、よくね。お前の顔見てるとカレー食べたくなるわ。あ、美味しそうですね。なんだ。ちょっと待って、大丈夫？熱中症になるんで、マジで水分補給した方がいい。それだけは言っとく、マジで。マジで本当水分補給した方がいい。ほら、ちょうどほら、待って、ほら、ちょうどドトール用意しといたから、ドトールオープンさせといたんで、ちょうどこの坂道、あ、もう無理、坂登りきらん、いや、もう諦めようか、帰ろうかなって時とこに、ちょうど、まあ、餃子かドトールかの、このどっちかみたいな、ちょっと用意してて、テンション低くないの、さっきから。大丈夫、暑いからだよね、暑いからだよね。ちょっと一旦、ちょっとマジで、ほんと、ちょっと待って、ほんと、ちょっと、あのさ、ほら、煮干しラーメン、ちょっと待って、ちょっとほら、見て、ほら、その、すんげえレモン、ほら、ちょっと待って、見て、ほら、このレモン、ネギとレモンの感じ。ね、なんでそのテンション低いの？暑いから。で、マジで、ほんと、ちょっと、一瞬、ちょっとマジで喉乾いてるでしょ？そうでしょ？それほんと一瞬、こんな暑いのにこんな喋ってる俺すごくない？ね、マジ振り絞ってるから。頑張って。で、マジで本当一瞬もう喋んなくていい、これ以上喋んなくていいから。マジ一瞬入るだけで俺もちょっと成仏するんで。ちょっとマジ本当に坂登っただけ偉い、本当に。でしょ？ちょっとマジ一瞬入っこうよ。もうこれ以上ここいない方がいい、本当に。マジここ、マジ一旦そのさ。ちょっとクーラー何度かだけさ、ちょっと確認しようよクーラーで、ちょうど、あ、ほら涼しい、僕な、もうスーッと来たよね、ちょっとだからもうすクーラーちょっと浴びつつ、ちょっとカフェイン入れようか。いやー、つい、今何年生？3年。もう早く飲んだ方がいいよ。今思ったより水分なくなってるから、マジで。あ、3年なんだ。彼氏今いないんですか？いない。あ、そうな。ラスト、いついたの、ラスト？成人式の前。成人式の前。え、じゃあ今3年でしょ？ 1,2 年いないってこと？ない。やば。え、そういう人なんで別れたの？それも好きじゃなくなったの？あ、その成人式の前は会ってたけど、なくなっても変わらんやみたいな、
あいつと飲んでも変わらんし、なんなら時間増えたやんみたいな。うん。なるほど。でもう断りした、もう別れましょうみたいな。うん。あ、そうなの。で付き合ってる間は一応なんかやることはやったんだよね。付き合ってる間は。でそれでなんかやっぱちょっと一回それあるとさ、気持ち入ったりしないの？うん、うん、恋愛感情にはならなかったみたいな。あ、マジで。性欲はあるわけ？それはまあ、あります。恋愛感情はなんかもう枯渇してるけど、ここはちょっとあるわけ。まあまあまあ、あります。恋愛感情を補うぐらいあるってことかな。え、じゃあどういう人と、経験人数は多いわけ？どういう人とやっこう、多い人だよ。うん、でも普通に彼氏か、うん、イケメン、爽やかな人。爽やかな人、うん、あ、マジで。かっこいい人はいないの？いや、いる。あ、いるし、なんか別に彼氏も、ね、うん、欲しい。欲しい？あ、本当に？うん、全然高校から好きや。あ、そう、告られて付き合うけど、うん、私はもう早く告りられ待ちなのに告って、うん、うん、なんかさ、あ、雪見大福じゃん。ちょっとなんつうのかな、やっぱそのなんつうの、このやっぱり足がこの美脚だっていうのはちょっとずるいと思うんですよ。いや、そんなことない。こういうちょっとあのもちもち感をちょっと見ていいかな、もちもち感を。ちょっともちもちしていいかな。え、もちもちしてないんですよ。え、そんなもちもちしてないです。ちょっともちもちチェックいいかな。いや、もちもち、あ、もうほんともちもちすべすべもちすべすべしてるね。 ありがとうございますえ、これは大丈夫なの？あ、そうなの。もちもちチェックは大事なの？あ、そうなんだ。え、じゃあなんかその好きじゃない人に付き合って、別に告白されたら付き合っちゃうじゃん。うん、好きじゃないじゃん。でも別にあの対戦はできるってこと？うん、別に。あ、そうなの。やれる、やれる。とりあえずそこそこ盛り上がるみたいな。まあまあ、そこそこ。え、じゃあさ、あのさ、え、俺が告白したら付き合ってみましょうって言ったら、それは拒まないの？付き合ってください。いや、でも、いや、でもな、どうしましょう？ちょっと俺、あの、うちなんかね、そういうの厳しいんだよね、実は。うち、なんか親が厳しくて、なんか面接とかあるんよ。付き合うにも私に親に紹介しなさいみたいな言ってくるタイプなの、うちの親は。そう、すげえ厳しいよ。なんかすげえ家柄を気にするというか。こう見えてもやっぱそのなんつうかな、生まれがいいというか、うん、育ちがいいというか、にじみ出てるじゃん。まあそうなの。出てた、出てたよね。だからちょっとあの、まあ俺と付き合いたいのはちょっとお母さんの面接ちょっとクリアしなきゃいけないっていうのがあるんよ。で、付き合いたいんだよね。あ、俺が付き合いたいのか。あ、ごめん、俺が付き合いたいんだ。だからお母さんの面接ちょっとあの、実はそこがうちの実家なんよ。ここがうちの実家でお母さんいるんよ、そこに。ちょっとマジで一瞬お母さんにちょっと会ってよ。そしたら付き合えるかもしれない。うん、ここが、ここ、あの、ここがさ、実家なんよ。ここ。ここ実家なんよ。ここさ、ここ。ここはさ、実家でさ、
ちょっとお母さん今受付やってるから。そう、そうそう。ちょっとあのやっぱり付き合いたいんで。え、付き合ったらそのなんつうの、オッケーでしょ。でも付き合った。付き合ったらオッケーでしょ。でも俺は本当なんつうのかな、やっぱその。付き合いたいし、もう目一目見たら、もうだほぼ付き合ってると思ってたもん俺。話しかける前からもう付き合ってんじゃないかなと思ってたから、うん、そう。だからちょっと、ま、あのマジでちょっと一回お母さんに会ってよ。ちょっとまだ。うん。うん。早くない？早くない？今日、ね、この後別に何もないでしょ。でもなんかもう仲良くなりたいんよ、うん、やっぱりその付き合う前にお互いのこと知りたいなと思って、あの人生ゲームとかもあるんで。人生ゲーム？人生ゲーム置いてあるんで。人生ゲーム一周したらもう多分だいぶ仲良くなったと思う、あれ一周したら、うん、2周しようものならもう付き合ってる、2周したらもう付き合ってるようなもんでしょ。2周もするって相当盛り上がってるってことやよ。そうでしょ、うん。あとやっぱりちょっとまあお酒も用意してますし、人生ゲーム2周したらもうだって付き合う通り越してるから。とりあえず人生ゲームやりませんか。アイス、あの雪見大福食べながら人生ゲーム、その回やりませんか。ちょっと待ってちょっと待ってマジで。あ、本当にあのもう嫌だったらすぐ帰っていいから。お母さんも、お母さんとは内線で喋ってくるんで、お母さんも内線で人生ゲームは参加してくるかもしれんけど、お母さんに会わないならお母さんに会わないならじゃあ分かった、会わなくていい、まずは会わなくていいから、会わなくていいから、うん、会わなくていいから、うん、でまあ、ちょっとマジでじゃあ行こうよ、行こう行こう、お母さん会わなくていいから。はい、いやー行けましたね。なんかすげえサバサバしててテンションずっと低いし、何言ってもなんかあんま受けねえから、ちょっと厳しいなと思ったんですけど、でもなんかあんま断んない、付き合って強って言われたら基本 OK しちゃうみたいなこと言ったから、これ押せばいけるかなみたいな、なんか提案すると乗るみたいな子だったので、なんかあんま断んねえみたいな。でまさか行けましたね。でなんか実家作ラブホ実家作戦も全然滑ってたんですけど、え、本当信じてんの、 どっちみたいな、うん、多分なん単純に性欲強い子なのかなと思う、分かんない、表面的に全然分かんなかったです、うん、ただ一応なんか言ってったら別に結局いけたみたいな感じでしたね。いやでもマジでエロかったっすね、やっぱああいうちょっと陰キャっつうか系はやっぱり冷たいサバサバしてそうだけど結局エロいんかなと思いました。はい、って感じでわしもサバサバ陰キャだけど性欲強い、付き合おうって言ったら断らない子を落としたいわいって思った人は高評価コメントチャンネル登録お願いします。あざす。ここまで動画を見てくれた方に20大特典です。陰キャひもてスタートでもナンパで01を達成するための6つのフェーズをマスターできるストリートナンパ完全マニュアル、完全卒業できるアプリ戦略についてまとめたマッチングアプリ完全攻略ガイド、データやトレンドから構築するモテる男のストチ上げパーフェクトガイド、
LINE で主導権を取る鉄則について解説した LINE メッセージ術全集。美女からの食いつけを最大化させ、望む関係をキープできる美女と長期関係構築マニュアル。女性と会話する時の原則と困った時に言えばいいフレーズ30個を含む女性との会話で絶対盛り上がるマニュアル。主導権を取ってホテルへの流れを作るのにめっちゃ大事な技術、ダブルバインドを理解できる動画。交渉術の基本、フットインザドアを理解できる動画。女がメンヘラ化するほど食いつく NLP 最強テク、年齢対抗と感情転移が分かる動画。自分の中に眠っている最強のモテキャラを発掘する方法が分かる動画。これできてないとやばい、基本中の基本、女がなびく目の使い方、ソフト&ハードフォーカス。進化心理学、脳科学、NLP、交流分析など学問的に学ぶ再現性のあるモテの法則。 YouTube では出せない実録動画&解説。芸能系現役 JD、 出会いからセフレ化まで。 YouTube では出せないハイスペ女優即日ゲット実録動画&解説。イケてる男の登竜門、クラブを制覇できるクラブ&イベントナンバー完全攻略ガイド。本屋やカフェなど日常のシーンでこそ発揮できるナンパの威力で初期差し最大化を狙うシチュエーションナンパ&ステルスナンパ完全攻略。本当に人生が変わったナンパ始めてからのヤバい出来事を語った0時0がナンパで人生を変えた日。最強オスになって女も金も手に入れる道しるべとなるモテの頂点アルファオス完全ロードマップ。月何十ゲットするモテ男たちも最初はヒモテだった。ビフォーアフェア、どんな風にブレイクスルーしたかなど語った受講生対談動画集。史上最も売れたナンパ本、究極の男見抱き道ナンパ直筆サイン入りを無料プレゼント。合計20個の特典をプレゼントしているので、モテを磨いて人生変えたいって人は今のうちに受け取っておいてください。概要欄もしくは画面の QR コードより公式 LINE から受け取れます。すでに登録済みの方は20代特典とメッセージ打つと受け取れます。